ゲームのルール説明を行おう。まず56名のプレイヤーの中からランダムで1名トレーダーに選ばれ、選ばれなかった残りのプレイヤーはイノセントとなる。その後イノセントとトレーダーは別のチームに分けられる。戦力比率はイノセント複数対トレーダー個人だ。イノセントたちはたった1人だけ紛れたトレーダーを殺害すれば勝利となる。逆にトレーダーはイノセントを全て抹殺すれば勝利となる。そしてトレーダーは特殊能力を使うことが可能である。能力の種類が様々だが有利になるのは間違いないだろう。さあ正解設定が完了した。何が本当の正義か、それは今から戦えば分かるだろう。時たま悟空は時たまごを食う。どうもラッキンです。それではね、今回ねマリオ人狼をやりたいと思います。それではね、今回参加してくれるメンバーを紹介したいと思います。まずは左から、ホラさん覚えてる？私よ、マイクよ。誰？やっと来たわ、ここまで上り詰めてきたわ。マイク、誰なの？誰なの？あんたに告白された男よ。男じゃないわ、女よ。どっちだよ。違う、気持ち悪いわ。女よ。そんな覚えないわ。そして皆さん、僕のファーストネーム覚えてますか？ファーストネーム知らない。やっぱりか。どうも小林です。はい。そして、はい、皆さん東京ゲームショー行きましたか？ネプチンは引きこもりなので行ってません。どうもネプチンです。よろしくお願いします。はい、俺も行ってない、遠いもん。はい。そして、はい、最近マリオカート8にハマってる流れです。よろしくお願いします。あ、じゃあ今度勝負しましょう。ちょっと対マンしましょう。しましょうしましょう。はい、じゃあぜひとも。はい。そしてここスターゲートのマップなんです。おおちょっと危ない危ない、これ離れた方がいいよ、離れた方がいいよ。これスターゲートっていう映画のね、の別世界、別の宇宙の別の星にね、繋がってるんですよね。おお、すごいすごい。さあじゃあちょっと行ってみましょうか。おお、ここはなんか遺跡っぽい感じの、なんだこれは。すごいね。で戻れる。でも面白いマップですね。あ、死んじゃった。5 4 3 2 1、イノセント、イノセントです。ゲームスタート。さあこのマップね、おお、レプチンさん危ない。ちょっと違うよね、今レプチンさんと一緒で。俺死んだらレプチンさんね、俺が死んだらホラさんですね、これじゃ。そうだね、お互い。あ、俺小林、ちょっと待って、小林今止まってる、今明らかに止まってない。ちょっと小林怪しいわ、これ怪しいですね。止まってない、これちょっと小林怪しい。ちょ、今舞子さんと言います。舞子さん私よ。ああ、小林さんのこと今舞子さんって呼ぶのね。そうよ、舞子さん。違うわ、小林さんとは別人よ。舞子って俺の初恋の女の子と同じ名前なんだけど。だからさっきそう言ったじゃないのよ。そう、いやいや告白はしてないよ。告白はしてないけど。勘違いしたわ。ちょっとここど、なんだ、え、誰か死んだ？変な子が。え、嘘。スターゲート開いちゃおう。あれ、誰が生きてるか全然わかんないですね。うん、あれ、流れさん、流れさん死んだね。コウマイさん、これはコウマイさん怪しいですね。マイコさん、マイコさん怪しいね、マイコさん怪しいね。マイコさん、さっき流れさんと一緒にいるって言ってたからね。言ってたよね、マイコさんだ、マイコさんだ。これマイコさん探しましょう。じゃあマイコさんのめっちゃ銃声するんですけど。おい、レプチン、怠慢だボケ、お前、ぶっ殺してやるよ。本当に本当に本当だよ、ぶっ殺してやるよお前。小林だったの分かんなかった。へえ、どこにいるの？いや、言わないから行くわ。やめて。どこにいるの？探してよ、自分で。いやいや、自分で探せよ。そう言われてもな、冷たいこと言わないでよ。どこにいるの？じゃあレプチンさんが俺を見つけるのが先か、デスノートで死ぬかのが先か、どっちかですね。うわぁ、すげえ血しぶき、やべえ。すげえ血だらけ、ここで殺されたんだな。あれ、やばい、じゃあ結構近いかもしんない。あれ、うわぁ、なんだこれ。そして、どこだ？
せえやっぱ小林だったか。いやー、油断した。ちょっと小林さんの声聞こえてなかったからな。警戒しておくべきだった。デスノートずっと書いてたのに書けなくて。うん、デスノートは安定しないんですよ。デスノートは絶対じゃないからね。どうだこのシチュエーション。4、3、2、1。イノセント。イノセント。イノセント。さあ今回誰かな。今まだ誰とも出会ってないですけど、私ホラちゃんといたい。いやいや、いいよ。二人きりだとちょっと怖い。二人きりの方がいいの。いや、いいわ。そのキャラで通していくのね、今日は。そうよ。前はあんなに二人きりでいてやがってたもん。いや、そんな日はないよ。あ、ちょっと、いた。じゃあ、一緒に行こうしよう。いいよ。なんかダメージ食らった。なに。わかんない、なんかダメージ食らった。いったい。でも、コウマイさんと俺は一緒にいたから違うの。マイコさんね。違うわよ。マイコさんと一緒にいたから。誰だなんかダメージ入ったんだ。撃たれたかも。なんか撃たれたってことは、いや銃声はしてない。めっちゃ食らった。一体一緒にいよう。これ一緒に警戒しよう。こっちよ。何ダメージ。え、今残り30。銃声じゃなかった。銃声は鳴ってなかった。ここで小林撃たれたってことだよね。ここら辺で撃たれた。残り、ここにいなかったのは、じゃあ小林さんとホラさん一緒にいたんだって。一緒にいたか。銃声しなかったし。流れさんか違う、レプチンさんだけ。あれ、オラフの中の人は。あれ、オラフの中の人死んでる。あ、これ流れさんよ。これ流れさんだね。これは彼、これはもう流れさん申し訳ないけど殺しちゃうわ。そうよ、私たちが勝つためにはそうするしかないの。そうだね。だこれは完全に。いや、小林違うよ。小林が打ち返されてじゃないよね。いや、レプチンと戦って絶対ダメージ受けたんだ。いや、戦ってない。いや、もう小林はもう流れさんと戦ってね。俺ら見とくわ、したら。でもそれにしては銃声なってなくないですか。流れさんと勝てないでしょ、俺体力31で。ちょっとだけ体力減らせばいいのよ、あんたは。そう。あんたは死になさい。そう、もういいの。いや、捨て駒よ。そんなこと言わないで。それはひどい。早くあんた行ってよ、上。早く行って。やだよ、勝てないよ、流れさん。あんま止まってると、取れたあのレーダーで位置が分かるから、移動しないと、ロケランぶち込まれるよ。僕的に、もう、神林で確定してるから。なんで神林で確定から、倒す。じゃあ、あ、神林だった。確定よ。小林だったか。小林かよ。なんだよ。いいと思ってたのよ。なんで2回連続か。4、3、2、1。イノセント。イノセント。小林さん。俺じゃねえよ。お前だろ。お前鼻に鼻伸ばしたがってよ。お前嘘ついてんだろ。鼻だけぞ、お前。ぶっ殺すぞ、お前。おい。イエス。それはお前2回連続人狼来てるからさ。そうだよ。怪しいんだよ。怪しくねえよ。二度あることは三度あるって言うだろ。お前も鼻だけじゃねえかよ。そうだ。お前も鼻でけえよ、めちゃめちゃ。でけえけど長くねえよ、俺は。なんかの病気みたいだよ、なんか。鼻でかすぎだろ、それ。何の病気だよ。そうだ、ジャッキーチェンだよ。ほらさ、なんか鼻大きい人はあれも大きいらしいです。あれも大きいらしい。そう、いや俺鼻大きいんだけど、そうでもないんだよね。俺あれは18センチですね。いや気持ち悪いわ、そんなの。殺しましょう。殺すか。やめて。こいつやめろよ、お前ら。2回騙されてるからな、ピュアなさ。あれ待って、いいのか。あれ、マイコさんは。おい、ここで俺を殺したらお前ら後悔するぞ。待って、マイコさん死んでない。マイコさん死んでる。これ流れさんだ。誰や。これ流れさんだ。よしナイス。よかった。5、4、3、2、1。イノセント。いやー、取れてこないな。イノセント。今回全然来ないですね、取れた。来ないね。いや、なんか怪しいな。怪しい。今の怪しかったよね。あいつ鼻長えぞ、嘘ついてんぞ。だからみんな、
みんな基本鼻でかいから。わ、やってるわ。サイレンサーの音、サイレンサーの音。ホラさんやられたわ。ってことは。あんたよ、あんた、流れさん、あんたよ。私の最愛の人やったでしょ。いや、これ多分小林だ。あ、サイレンサーを使ったってことは。あ、サイレンサーマシンガンの音がしたから、小林率高い、これは。私の最愛の人を、あ、ただ、流れさんも怖いわ。小林、恋しないんだもん。小林とホラさんを同時にやったのよ、あいつが。え、小林？ほら、いないじゃない。そうよ、やっぱり。小林が黙るなんて高等技術使えるわけないもんな、あいつが。流れさんよ。流れさんだな、これは。やばいわ。違う。これ、流れさんよって、だって見てもないのに言ってるってことは、これはマイコだ。いや、見たわよ。あんた、なんでそんな隠れてんの？マイコと俺だって一緒にいたんだ。そうよ。あんただってのバカバレてる。これ、流れさんだな。そうよ、あんた。待って、じゃあ誰か生きてる。いや、なげさん、もう苦しいですよ。いいよ、その言い訳は。ここにいるからいいよ。分かった、もうそこにいなさい、ずっとあんた。見てるわ、私が。ほんとだ、ゲート開いていいかな、これ。ちょっと、ゲート開いて。なんだ、なんだ。動けないで、あんた。よし、ちょ、ながらさん、これで閉じ込めておこう。閉じ込めた。よし。これで、ながらさん、閉じ込めておきましょう。よし。小林さんじゃない、あ、なんかいるわ、ここに。よく見たら。俺、私の位置からちょうど見えるの。あ、これ俺がこれ、閉じ込めておきました。いいわ。これ当たんないですよ。ながらさん、なんでやったんすか？ながらさん、なんでやったんすか、今。これ、ながらさんだ、これ。ながらさんよ、これ。ただ銃口が出てるわよ、これ、ただ。ちょびっとだけ。これ、窓割れないんで、どっちかじゃんけんで負けた人、これ、ゲート開けないと、ゲート開ける人と、あっ！やばいわ！ほらやべえ！本当そうだよ、俺だよ、バカめ、騙されやがって。ながらさん、ごめんなさい。私がバカだ。ごめんなさいじゃねえよ、この野郎。何が舞妓だ。何が舞妓だ。あんた弱い。いや、なんでこんな来んの、小林ばっかり。いや、すげえ。ながらさん、ごめんなさい。いや、これは小林黙ったのがずるいよね。まあまあ、作戦としてはいいけど。5、4、3、2、1。イノセント。小林処しますか。そうだね。もうちょっと回数がちょっと多すぎるから。いいっすよ。すごいよね。全盛期のイチローより打率が高いよ。マジ後悔すんぞ。小林も死にかけてんじゃねえか。おら、小林じゃねえかよ、おら。違う、小林じゃねえかよ。いきなり撃たれた。俺誰も撃ってないのに、いきなり撃たれたって。いや、だってダメージ入ってたんだもん。ダメージ入ってたから明らかに怪しかったよ。違う、ダメージ入ってんの、いきなり後ろから誰か撃ったんですよ、俺のこと後ろからいきなり。いや、だって打率が高すぎだもん。でも、ふざけんなよ。尋常だったんで、小林が。これはしゃーないよ。5、4、3、2、1、イノセント。ゲーム開始。またじゃないの、これ。なんで？ちょっとマジで警戒した方がいいと思う。なんで俺何もやってないじゃん。なんで何もやってないのにいきなり俺のこと疑ってきたんだけど、こいつ。小林、何が流れてぶっ殺すぞ、勝手に流れてるよ、何が流れてよ、お前。おい、流れさんをバカにすんじゃねえよ、この野郎。小林、うんこ。うんこだ。うんこだよ。よし、ちょっとやるか。うんこが出るとは。ちょっと、流れさん、パンツのちょっと茶色のついてんぞ、パンツに。そんなことないよ。流れさん、うんこしないんだから。うんこしないの？うんこしないんだよ。うんこしないの？誰だ、これ。これは、あれ、ちょっと待って。コウマイさん一人離れてったぞ、なんか。なんかセットしに行ったぞ。だから、一人だけでも、イノセンター残っておこうと思って。そうか。流れさんが怪しいんですよ。俺、何もやってないのに、いきなり俺のこと疑ってきて。まあ、でも、それ仕方ないよ。それは。いや、だって今日、6回ぐらい中4回ぐらい小林じゃん。5回中4回ぐらい小林じゃない。小林、今の動き怪しいな。止まってる。俺がやると何でも怪しいの。じゃあ俺閉じ込めます。あ、閉じ込めよう。閉じ込めようぜ。ちょ、スターゲートの中行って、スターゲートの方行って。スターゲートに。よし、いいよ。これどうやって閉じ込めんの、これ。これで、とりあえず安全だね。安全。待って。ごめんなさい。
ごめんなさい。待って待って、レプチンさん一人おる、上にいる。上にいる、はい、怖かった顔が。な、怖かった、怖い。元から、元からです。元から、邪悪な顔してるよね。そうなんです。もう俺どうすればいいんですか。え、いやもうそこでおとなしくして。あれ、うん、あれ聞いた、あれいや、いますよ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 。テレポート。あ、いる、いる、いる。いや、いるよ、いるよ。下にいたわ。どうしろって言うんだよ、俺に。いや、もうどう、どうすることも、うん、もうこれ動かないから。そうですね。これはもう小林ですね、やっぱり。小林で、このまま小林でいいんじゃない。白状したら助けてあげる、したら。うん、白状。俺じゃないもん。俺じゃないんだって。白状したら、俺じゃない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 。このまま、このまましょうもなく死ぬか、人狼だって言って開けてもらうか、どっちか。すいません、すいません、僕です。開けてください。じゃあ、じゃあやるか。じゃあこれやるか。開けてください。よし、やろう。じゃあそっち行くから、待ってろ、そっち行くから。おらぁ、死んでる、死んでる。おらぁ、ゴミ。またか。小林多すぎる。小林なんでこんなに来るんだよ、今日。今日やばいっすね。小林来すぎだろ。ふざけんなよ、サーバー出てるやついじっただろ、設定絶対。おい、誰のサーバーで絶対設定いじっただろ、俺にトレーターを送るように。いや、わかんない、もうそんなことできないよ、これ。ホラさん、あれ、あのまま閉じ込めておけば、自分の C4 で死んでましたよ。ああ、そうなんだ、C4 設置してたんだ。いや、俺だけ離れて、他のやつ C4 で全員殺そうとした。ああ、マジか。離れられないですからね、あれ。5、4、3、2、1。イノセント。俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない、俺閉じ込めでいいです、俺じゃないから。もう俺、本当に、もう俺好きにして。いや俺じゃないから、俺閉じ込めていい。もう2回に1回どころか、もう3回中2回は小林だからな。いやもう今回はマジで俺じゃないから、もう俺はもう閉じ込めていいですよ。違うのに閉じ込めていいってのはどういうことなんですか。だって俺トレーターじゃないから、別に死んでも。トレーターじゃなかったら閉じ込める意味なくないですか。そうだから、そうだよね。とにかく怪しいな、また。何か仕掛けようとしてる。俺何しても怪しいじゃねえかよ、どうせ成功してんねえから。だってしゃあないじゃん、今日来すぎなんだもん、いくらなんだよ。俺がどうせまた疑われるから、もう先自分から入っておこうって思ったのに。流れさん閉めていいですよ。じゃあいいよ。じゃあこれ、ここでなんか四方置こうとしないかい、もしかして。いや、じゃあ一人離れ、何人か離れていいんじゃないですか。そうだ、ね、じゃあこれで、で一回流れさん来てるから、はい、なんかこのゲームやっぱりなんか偏るんだよね、トレーター来る来ないがね。いやでも来てないですよ。一回だけ流れさん来てるよね。あ、びっくりした。あれ本当に来ないときは一回も来なかったりするから。うん。これ。これは？これはあとあれですね、3分ぐらい。3分待ってれば。俺じゃないって、ほんとに俺じゃないって。待って、俺でも流れさんちょっと怪しいと思うよ。なんかちょっと今離れてない？流れさんあそこにいるわよ。いる？いる？大丈夫？すごいとこにいる。流れさんすごいとこいますね。すぐ隣にいるわ。あ、隣いる？じゃあ大丈夫だね。ちょっと、なんかみんな変なとこにいるんですけど。これ今本当の犯人、こいつらバカと小林疑ってるって思ってんぞ、こいつら。じゃあ小林は誰だと思う？うん？やっぱオラフ怪しいです、やっぱ鼻伸びてるから。ルイージだ。伸びてる。ルイージだ。ルイージか、ルイージもやっぱ鼻ちょっと伸びてる。いや、俺違うよ。ルイージが人狼の時の動き方してた。人狼の時の動き方じゃない。違う、ほんと違うって。じゃあいいよ。じゃあ俺もここにいるわ、したら。じゃあ俺ここにいるわ。それあんまり意味ないだろ。でもルイージ犯人かもしれない。ルイージ、あそこは小さいのに鼻でかいから、これは嘘ついてるから。いや、それは嘘ついて鼻伸びてるでしょうか。あれ誰？これ誰だ？誰だ？俺じゃない、開けて、俺じゃないから開けて、俺じゃないって、もう分かったじゃん。おい、お前か。お前か。鼻でか野郎が。ほら、やっぱり俺の推理合ってたじゃん、お前。俺の推理合ってたじゃん。推理じゃないだろ、ただ鼻がでかいからっていうような。くそー。まあ、よかった。5、4、3、2、1、イノセント、いやー、ほんとイノセントしか来ない。ほんとに？ほんとだよ。いやー、でも、嘘っぽいな。いや、なんかマリオも、いや、マリオと一緒にいるのか、ちょっと、来ないで、ほんと来ないで。マリオと一緒に怖いってよ。兄弟だろ？いつも一緒にいるじゃん。兄弟っつったってさ、別にそれゲームのキャラの設定であって、別に、ねえ、
やだよこんな。リアルで兄弟になりましょう。やだよ気持ち悪いわ。リアルで兄弟。それは気持ち悪いわ。流れさん。流れさん。流れさん。今流れさんの悲鳴が聞こえた。流れさんの悲鳴が聞こえた。ちょっと待って。ってことは、でもレプチンさんじゃないのこれ。レプチンさん濃厚だぞ。ここにいたじゃない、ここにいたじゃないですか。いなかったわよ。今急に見よって出てきたわよ。あの、いましたよ。小林と俺は違うの確定だわ。でも小林と俺違う。マイクも、マイクも私上にいたじゃないのあんたら。俺、いや、見てないよ。その見てない。いや、でも、見えました。見えました。流れさんが叫んでるの言わないわよ、そしたら。言わないよ、言わない、言わない。やばい、やばい、やっぱそうだ。レプチンだ、レプチンだ。レプチンだ。俺だ。よし。あれ小林？もうホームに去りましたよ。小林も死んだのか、マジかよ。一騎打ちですよ、多分。一騎打ちか。やばい、やられる、これやられてしまう。ああ、ちょっと状況が振りすぎる。どこですか？どこかは言えないよ。小田さん、どこですか？二人きりですよ。共存、共存の道を歩もう。いやいや、ダメですよ。あれ、この音は？見つけた！よし！うわい！やばい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 ！でで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 で、死ね込み！よし、倒した！ナイス！いや、よかった！ガラスに助かりましたね、ガラスで助けられたね、よかった。いやー、これレプチンさん完全にサイレンサーを使って俺のせいにしようとしてましたね、これ。5、4、3、2、1、イノセント、イノセント、イノセント、誓います。誓う？本当に？誓います。違ったらどうしますか？違ったら。違ったら一発芸します。一発芸、ああ一発芸。じゃ違ったら、そこまで言うのはなかなかの勇気だよね。違ったら僕と LINE の友達になりましょう。なりますか？それ別に普通になればよくね。それ関係抜きになればよくね。送り続けるので。いやいや、いらないですね。見えたんしておきますよ。こんなことするんですか？ちょっと待って、今この4人、流れさんは怪しい、流れさん怪しい。流れさんいないわね。流れさん、隠れてうんこしてる。いや、うんこしないんだって、流れさんは。流れさん隠れてる。違う違う、みんなにバレないようにうんこしてる。しないでこじゃなくて、うんこしない設定がバレないように、みんなに動物じゃないんだから、そんな。それはみんな隠れてうんこするわ。人前でうんこする人の方がレアだわ。確かに。隠れてうんこしてるよ。隠れて身を守ってる。自分の身を守ってるだけであって、身を守ってるって、あの、うんこしてるの見られないように。いや、だからそりゃそうだろ。見られて襲われないように。君が大好きなうんこするんだね。じゃあ、いや、そんなこと、公然でうんこするのは君ぐらいだよ。スカトロのスカトロやってるのバレましたか？いや、想像したくない。いや、待って、でもなんか流れさんだけ来ないのが。いないですね。ねえ。いや、便秘っすよ、便秘。そっちで誰かが裏切る。いや、便秘っすよ。裏切る。あれ？あれ？ちょっと待って。レプチンさん、今なんか武器切り替えてなかった今。え、俺ずっとこれですよ。本当に？ハンドガンですよ、はい。え、俺でも。武器、あのホイールで出せますよ。あ、ホイールで。はい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 。いや、でもこんな、そんなこと言って、実は1個飛ばしてるかもしれないからな。飛ば、このまま、できるからね。そんな難しいことじゃないから。ま、マジっすか。じゃあ、小林やってみて。いや、やめてくださいよ。おー、いいね。おはいはいはい。おー。怪しいから、レプチンさん殺しときますか。ダメ。いや、いや、どっちも怪しい。で、マリオも怪しいし。いやいや、こんなこと言って、さっき俺が怪しいからって俺のこと撃ち殺しやがって、レプチンだったら殺さねえのかよ。偏見だ、偏見。いいんだよ、しゃあないんだよ、来すぎなんだよ、いくらなんでも。よし、閉じ込めよう。ダブルで閉じ込めよう。これどうぞ。あ、流れさんがいた。あれ、なんかどこ行ったの？流れさん、いないいない。閉じ込めないの？ごめん、あれ、みんな、あ、うわー、ああああ、小林さんだったか。この野郎、何がマイクだよ、気持ち悪いね、かまがよ。五、四、三、二、一、イノセント。
ゲームスタート。いや来ねえな全然、これバランスおかしい。うーん、ということは今レプチンさんが怪しいのね、うん、レプチンさん、え、なん、根拠はさっきから来てるから。いやー、あー、さっき、確かにさっきから来てるよね。もう、あんた以外いないのよ。いやイノセントです、イノセントです、本当に今回はイノセントです。レプチン見つけたら今回はイノセントです。今回イノセント。じゃあこれイノセントじゃなかったらどうします？トレーターだったらどうします？なんでそれなんか制約つけるんですか？どうします？いやもう自分で言ってるんで、いや別にイノセントだったらいいんじゃないですか、うん、見つけて。ああ、確かに確かに。いやでも俺的に、いやどうだろう、小林怪しいな。小林、あれちょっと流れさんは、流れさんは、え、なんかホラさんがなんか人探してるような感じで動いてたから隠れた。いや人探してるよ、だって誰かと会わないと殺された時に言えない。今あのコウマイさんと一緒にいる、後ろから小林、小林で今こう固まってますね。これ今固まってる形で、レプチンさんどこ行ったのこれ。レプチンさんどこ、隠れてます隠れて C ボタン押して。なんか怪しいよね。こそいじってるの？トレーターの能力。何もいじってもないよ。本当に？あー！誰？ RPG！ 取った誰か。RPG！ 今単独で行動してたんだ、あれ。待って、来ないで。いや、俺は違う。待って、流れさんは？いや、隠れてますよ。小林と一緒にいた人が。あー！ホラさんだ！なんかエラー持ってた。俺だよ俺だよ、かかってこいよこの野郎。どこだ、はい、あ、やばいかかってこいこの野郎。あ、揺れてる、はい、何揺れてる、うおー、どう、眩しい、すごいことになってる。なんかバグってね。あ、これ誰かいる。開けて、誰？俺だよ。クソ、まず3人も生き残ってんのか。これなら大丈夫ね。これやられちまうな。止まってると位置把握しちゃうぜ。いや、怖え。これは怖いな。どこだ？なんかいねえ、全然いねえ。こっち来ていいわよ。こっちよ。ゴミー！よし！あと！やべえ！体力がねえ！体力がねえ、これは厳しい！四方設置するか。あれ開かねえぞここ。こっちを流れそっから。こう開けろこの野郎。開いた。流れた、何してんの。閉めて。ああ、くそ。妹ってたか。くそ。五、四、三、二、一。イノセント。イノセント。まあ、これでとりあえず全員来たってことだね、トレーター。そうですね。ね、一回ずつ来てる。一回ずつっていうか、小林とレプチンさんちょっと多いけど。いや。いやどうかな。いやもうレプチンさん。あら、流れさんと俺は今銃声。今誰か死んだ？銃声して？銃声聞こえてない。え、流れさん銃声したよね今。しました。小林と一緒にいたけど銃声聞こえなかったわ。あれでも流れさんと俺二人、あの白いやつだ。いや違いますよ、ライフみたいなやつ。あ、流れさん流れさん、いや、いるのは知ってます。 100% 流れさん、だってホラさんと流れさんが今一緒にいて、ホラさん死んだから。あいつだ、流れだ。舞子さんもう流れしかいないわ。あの野郎だ。あれ、みんな死んじゃった？俺だけ？
おい、ちょ、開けてほしい、これ長谷さんに閉じ込められてる俺。どうした？あ、RPG のリロード音聞こえた。やべやべやべ、これやべえぞ、閉じ込められてる俺。頑張って、 雪だから溶けて外、水になって外になって外に出ていや、どうやって元に戻るんだ。と言って、うん、寒いとこ探す。怖いよ。いや、開かないか、どうやって開けるんだろうここ。本当に流れさん？うん、これ絶対流れさん。俺嘘だったらもう購買書ライン交換するわ。マジで？うん、すごい苦行だけどいいよ。何が苦行だよ、俺友達なるくらい。開けてやる開けてやる開けてやる。やっぱ長さん。開けた開けた開けた、そこだったら開けた。え、どこに閉じ込められてるの？ここじゃないの？うん、違うとこにいる。どこだ？マップの端っこの方。RPG 持ってる長さん。ちょっと攻撃当てた。そっち殺し行ったかもしれない。うわー！おー、死んだんかい。役に立たねえな。役立たねえな、あいつは。敵な意味だ。さあ、どうする。さあ、どう俺を料理しようと考えてるんだ。あるのか。あぶねー、また開けて開けて開けて。あー、流れさん自爆、流れさん自爆か、流れさん自爆したのか。やったなー、やったー。はははははは、流れさんと珍しい、ミスったのか。ドアがこっち側に、ドアが開かん。いや、俺もこれでもう 100% レプティナ死んだなと思ったら、もう4、3、2、1、イノセント、イノセント、イノセント、今レプチンさんと一緒にいます。見つめ合ってました今。はい、撃ってこなかったですね。でも撃ってこない。今マイコーさんと、はい。いや、いいよ。俺全然可愛くないから。あれ、あ、暗い部屋ちょうどいいわ。いやだ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 、明るくしよう。暗くていいのよ。暗くていいの。あー、流れさんいた、流れさんいた、流れさんいた。流れさん、流れさんもディープポイントよ、ここ。グッドボタンが、高評価よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。いや、まあ、よかったらこの動画に高評価お願いします。勝たないと勝たないと。あれ、なんか爆発音が、グレネードがないと。あれ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 、閉じたよ。え、これ小林じゃない？なんでなんでなんで。焦ってるな。いやいやいや、怪しまれて焦ってんだ。もう誰か分かんなかったら、とりあえず神戸市疑っとくかみたいなやめません。いや、だって今日なんか序盤からボンボン来るからさ。いやいやいや、でももうしばらく来てないよ俺。でちょっと、じゃあ行ってよ、スターゲートであっち側行ってよ。今、いや俺も今迷ってるんですよ、自分がどこにいるか分かんないんですよ。分かんない、怪しい人スターゲートであっち側に行かせね。いや、本当に分かんない。本当だって、嘘ついてどうすんだよ。いや、嘘つくゲームだからさ、これは。別に嘘ついてどうすんだよっつったって、人狼ゲームは嘘つきゲーだから。待って、やめて。どうした？いや、じゃあ、ホラーさんが一番怪しいやん。なんでなんでなんで、名前ホラフキンだもん、嘘つくゲームで。いや、そりゃそうだけど、言うほど嘘つかないからな。いていていて、小林だ。タブレスター、俺じゃない俺じゃない俺じゃない、本当に俺じゃない。なわけねえだろ、あれ間違えた、武器間違えた。ナイスー、ナイスー。4 3 2 1、イノセント。あー、イノセントね。俺もうやだ、もうやだ俺。もうとりあえずもう何かあったら俺が疑われるから。もう俺閉めて。いや、だって怪しいんだもん。いやもう閉めてください、もうここに。そしたらもう何かあっても俺疑えないでしょ。そう、じゃ閉めよう、閉めよう。したら
これどうやって締めん、あ、これで締めれんのね。いやでもこれで俺以外殺されたらもうみんな後悔しますよ。今までは神戸市疑われなかったかったってもみんな後悔するから。まあ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 そんなこと言ったってね、怪しいからね。なんか神戸さん無言なのかちょっとびっくりした。ちょっと神戸心臓バクってしたよ。今殺されるかなと思って今なんで私があんたのこと殺すの？殺す理由なんてないわ。殺す、いや、ゲーム上殺すゲームだから。あ、そうね。誰かこっち来てよ。なあ、いいよいいよいいよ、そのまま入ってきなさいよ。いや、もうすごい寂しいです。もう寂しい、寂しいです。もう向こう、ああ誰か来てくれた。あ、優しい。ちょっとその緑のクソ野郎に閉じ込められた、うんそんなこと言われたってね。コウマイさん優しいわ。やっぱコウマイさん、あ、どっか行った。またみんなどっか行ったよやっぱ優しくないわ。みんなあれ何してんの？みんななんか全然喋んないけど。うん、ナガレさん、いや生きてますよ。ナガレさん生きてる生きてます。ほらプチンさん、あれ死んだなあいつ。え、死んだ？レプチンさん死んだ？あの人喋ってないですよ、レプチンさん。喋ってないね。さっき楽しそうに笑ってたのに。これ、あ、何もしかしたらこれ、やばい、俺が人狼来た、どうしようって思ってるかもしんない。これでも、ってことは？いやでも 100% 分からんな。いや 100% 俺ではないですよ、でもここ、こうなったら。いや、わかんない、それわかんないよ。なんで？デスノート、誰、あ、そっか、誰も見てなかった。おい、見てろよ、俺を疑うんだったら、見張っときよ、誰かなんか変なことしないかどうか。おお、びっくりした、びっくりだー。あー、よっしゃー。え、ホラスキーン、お前か、この野郎。俺だよ、俺だよ。だから言ったよ、名前がホラスキーンだが怪しいなって。流れさん生きてる？生きてますよ。じゃあ俺何もできないから開けて。どうやって開けて。いや俺を助けて。あの、いや、開けるない、開けるない。いや違う、いや自分も開けてほしい。あ、これやばい。これ、いや俺の方がやばい。俺の方がやばい。いけねえ。たどり着き方がわかんねえ。こっち来いよ。お前開けたらこっち来れんだろ。怠慢だよ。怠慢？怠慢なんかしねえよ。やろ、怠慢しろよ。お前今日さんざん神戸市で神戸市で神戸市で言っといてよ。俺これ一回やれば勝てるって俺を雑魚みたいに言い方して怠慢しろよこの野郎。これ流れさんパターンで死にたくないな。おい、これで流れさんやれるか。やれないですよ、これじゃ。これじゃやれない。無視しないで。無視しないで。行った。死ねない。ブルってる。画面ブルってる。あれ、流れさん。流れさんやったか。これ流れさんやれたか。おい、何やってんだよ。流れさん、よし、流れさんやった。流れさんやれたよ。あ、出れた。え、嘘嘘。マジだ、出れた。嘘だろ。ほんとほんと。あれ、まだもう一人生きてね。レプチンさん生きてるか。やっぱ生きてんな、クソ。レプチンさん、ここ協力しよう。レプチンさん、やばい。今撃ってきましたよね。今撃ってきましたよね。いや一緒にさ、天下を取ろうよ。レプチンさん開けて、レプチンさん開けて、全然ないって。開けてくれ、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 開けた開けた。よっしゃ、ナイス。よし、あいつぶっ殺すぞ。あ、よっしゃ、あと一人。ドミ勝った。やったー、勝てた。サイレンサーで勝ったぜ。よかった、勝てた。この動画が面白いと思ったら高評価よろしくお願いします。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 ありがとう。ありがとうございました。